こんにちは。強風の中でも撮影する海徳です。今日の日付は4月22日土曜日、ただいまの時刻見えますかね、16時51分です。今日はですね、全車両自由席の快速湯煙号に乗車していきたいと思います。快速湯煙号がですね、仙台と新庄を結ぶ、快速列車なんですけど、いろんなね、温泉地を、走って新庄まで向かうという感じの列車なんですけど、こちらの列車はですね、今日22日と明日23日がですね、全車両自由席で運行される列車となっております。普段だと、全車両指定席の列車なんですけど、今日22日と明日23日は、全車両自由席の車両となっているということで、せっかくなんで、自由席ということで、乗ってみたいと思います。普段だとね、座席指定券っていうのを買わないと、乗れないんですけど、今日22日と23日は、乗車券だけで、乗ることができるという列車になっています。はい、ということで、この列車の発車はですね、17時1分の発車ということで、あと、8分ぐらいですかね。はい、ちょっと待ちたいと思います。こちらがですね、3番線の電光掲示板になっています。快速全車自由仙台となっておりますね。ちゃんと両数も表示されてて、2両編成ですね。はい、こちらの列車はですね、陸羽東線から来るんですけど、発着は3番線からみたいですね。陸羽東線の車両っていうと、普段は1番線からなんですけど、この列車はね、上り列車っていうのかは分かんないですけど、ちょっと3番線から、発車するみたいですね。時刻表にもですね、この17時1分発の、快速湯煙号はですね、3番線から発車するという感じになっています。普段のね、全車指定席の快速湯煙号もですね、この上り列車は3番線から発車するという感じになっています。仙台行き発車いたします。次は松島に停車をいたします。次の停車駅は松島です。終点仙台には5時40分、終点仙台には17時40分に到着いたします。列車前から1号車、2号車の2両で運転いたします。本日全車自由席です。指定席はございません。お便りは後ろの車両2号車前より、出雲の旅客車両にございます。繰り返しお客様お願いいたします。車内は禁煙です。おタバコはご遠慮ください。携帯電話をご使用の際はマナーモードへ設定の上、車内での通話はお控えください。列車は走行中大きく揺れる場合や事故防止のため急停車をする場合がございます。
なお、ただいまより車掌が車内をご案内いたします。お時間の都合等で切符をお持ちのお客様、切符や定期券で乗り越し行き先の変更されるお客様、その他ご用があるお客様はお気軽に車掌までお越しください。ということで列車は松島駅までやってまいりました。この列車はですね、小型仙台間の停車駅は松島のみとなっております。松島の次は終点の仙台に止まります。仙石東北ラインの全列車が止まる塩釜駅は、通過となります。
様へお知らせいたします。およそ5分で終点仙台に到着をいたします。名所セブンティー5番線到着、お出口は左側です。新幹線東北本線上り岩沼白石方面、常磐線仙台空港アクセス線、仙山線仙石線、地下鉄線はお乗り換えです。乗り換え列車のご案内です。新幹線上り山彦218号東京行き、新幹線ホーム13番線から18時12分、新幹線下りはやぶさ35号新青森行きと小町35号秋田行き、新幹線ホーム12番線から17時53分、その他臨時の新幹線の発車時刻乗り場につきましてはお手数ですが、新幹線改札口の案内表示板にてご確認いただきますようお願いいたします。東北本線上り岩沼大河原方面白石行き、4番線から17時52分、常磐線特急日立30号品川行き、6番線から18時2分、その後普通列車の原野町行き、同じく6番線から18時11分、仙台空港アクセス線森関の下三田園方面仙台空港行き、3番線から17時45分、北仙台国見方面林行き8番線から17時54分、仙石線高潮本塩釜方面東塩釜行き、地下ホーム10番線から17時53分の連絡です。ということで終点の仙台に到着いたしました。この列車はですね、折り返し回送列車となります。ちなみにこの列車からですね、ただいま6番線に停車中の特急日立30号ともですね、接続を行っているので、まあそのままね、快速湯煙号から特急日立30号の品川行きに、まあ乗り継ぐことも可能になっています。小田からですね、この快速湯煙号で来まして、
そのまま快速湯煙号から特急日立30号に乗り換えて、まあ、品川に向かうこともできるという感じになっています。はい、ということで今回はですね、この全車両自由席快速湯煙号に乗ってきたということでお届けしてきたんですが、普段はですね、快速湯煙号は全車両指定席で、まあ、指定席券をねあらかじめ買っておかないと乗れないんですけど、この全車両自由席のね快速湯煙号は明日23日も運行されるということなので、まあね、明日乗りに行くっていう人はね、まあ、なかなかいるかわからないんですけど、まあこの全車両自由席の快速湯煙号っていうのはですね、まあ、普段使っている車両とかがですね、まあ、どこかに、まあ、出張とかでね、まあ、いない際に、まあ、運行される列車となっておりますのでですね、もし見かけた際にはですね、ぜひ乗ってみてください。ということで、この動画はここで終わりになります。ネクストリムスエクスプレス、ご視聴ありがとうございました。